て補正切り失敗、ワンコンボ相手どうすんの様子見して黒点カウンター、しかも相打ちなのにこれコンボミスったけど補正切りみたいになって、はい、ともで固め直してワンコンもたまらずバスト、でもちょうど覚醒、ジャンシーが強いと思ったら 2EB も強い。さあ画面端置いてデカーキャン使った、コパン刺さってワンパン下段刺さる、まだギリギリ覚醒してワンパン刺さって、これは死なないですね。ダンジさんが、あー青葉でも全然いいでしょう。メテオ刺さってなんか補正切れてバタバタして、コパン刺さって、なんだこれ、ガーキャン、あーこれはたまらず回したけど一本取り返したのはジさんの知恵ですね。1-1ですね、ちょうど同じぐらい、ともえ巻いて暴れに B が一発刺さって、お互いちょっと慎重な感じだけど両方まっすぐ走る、おうまい持続当て、あれはやべえな、わーうまいフェイタルで暴れ潰し、ちょっと休めだが画面端に追い詰めた、ジャンシー強え、はいボコスカ閉まらない、あれ画面端覚醒してない、うわー逆切れ、あー刺さったけど安い、ここで立て直されるとちょっと怖い、ジャンシー刺さって、うわ馬の 2B 用画面見てる、はいコンワンコンボメテを刺さって、でメテを振ってきてパンパン通ってたまらずバースト読んでる、これが持参ですわ、盛り上がってますね、じさんすごい勢いがある。次の試合呼び出しておきますね。キュート不愉快な仲間たちチームいらっしゃいます？キュート不愉快な仲間たち、西洋さんのところのチームですけどいらっしゃいますか？楽太郎さん、西洋さん、キューさん、キュート不愉快な仲間たちチームいらっしゃいますか？キュート不愉快な仲間たちチーム、あ、聞こえてました？終わり次第影響祭で試合ですのでお願いします。で、試合の方ですね、じさんノリノリ、やっぱ上位勢はバースト呼ぶのがうまい、テクイゴリラ、なるほどゴリラはテッキャラ、確かに深い。次モジャクマですね、モジャクマじゃなくてモジャリーゼでしたっけ、一緒ですね、クマ対チエ、このモジャスさんはネタが豊富なんでね、置き攻めネタとかいろいろ見どころがあると思いますが、立ち回り、立ち刺さってとりあえずいつも通りもの巻いてく、ワンコンボ、まあ、うかつにはともや重ねられないけどあんま関係ないような置き攻め、置き攻めじゃないか、受け身攻めかな、バナ置いて、わーっとって読んでたような感じだった、突っ込んでワンコンボ、ダメージ重視ですね、うわなんだあのスクリュー、あー噛み合ったわ、たまらずバースト、ただ学生はしてない、スクリュー牽制、ワンコンボ、おちょうど覚醒、うまいですね、ワン痛え、結構痛え、画面端怖い、たまらずバースト、メテを置いてワンちょっとダメージ取って5分に近い、フェイタル、うわー走ってボコスカ、これ最強、はい、しっかりコンボどん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 で入れてって、はい、死にますね、一本取ったのは持参ですね、最強最強ですわ、はい、2ラウンド目ですね、電電太鼓、相手も置くのがやっぱりクマ、めちゃくちゃいやー通れば正義、ダメージアップボコスカ通ってワンコンボ、クー投げカウンター、拾い直してバーストですね、これは死んじゃうか微妙なところでしたが、バースト吐かないときついでしょう、クー投げ、これはあーコンボミス、だがしかし圧倒的状況有利、ガーキャン、あータラが刺さってまだわからない、うわー逆切れ成立、持参3立てですね、
勢いがある、神耳毛のみぞ知る世界 3-0 です。じゃあ次の試合、ごめんなさい、神耳毛、連戦です。申し訳ないですけど連戦です。それとあとキュート不愉快な仲間たちチーム3人いらっしゃいます。あ、いらっしゃいます。試合です、お願いします。 F の方も呼び出ししときますね。ベースト4に入ったら後ろにうなぎをおごってもらうかい。チームいるね。まあ、あ、またあとでいい、あとでいい、うん、と、DMM.com、 DMM.com、 ま、いないか。どうもどうも、 DMM.com チームいらっしゃいます。あ、いたいた、 あ、ごめんなさい、まだです。あの B 筐体終わったら次の試合です。ごめんなさい、お願いします。じゃあ A 筐体の方、これブロック決勝ですかね。はい、今 E のブロック決勝です。そろそろ G ブロック、 F、 H ブロック入ってきますんで、G ブロックと H ブロックの人たちは準備の方お願いします。 G ブロック、H ブロックの方そろそろ始めていきますので、準備の方よろしくお願いします。 DMM はカンコレあるし震え声ってやつですね。これは家庭用勢のモッサーかな、採用さん、なんか聞いたことある。とりあえずめちゃくちゃうまいような気がする。対するはノリノリの自治へ、これはこの勢いを止められるか。はい、これどっちか触ったら怖い、お互い触りたくない。滑空刺さってワンコンボ、うわー確認もうまい、しっかりしている、早めのバースト、あー対空もしっかり出る、ムーンサル勢いがある、シャキン覚醒とはいえ状況圧倒的不利。アグネアストラ刺さって、うわムーンサルカウンターだけど拾えず、ワンコンボ、ムーンサル、あれガードできないんですわ僕。あ、ジャンタッチ刺さって、ボコスか、こっからですね、はいはい、見えないが繋がってない、うお、なんだ、あんなんされたら泣いちゃうよ僕。画面端、ムーンサルうまく避けて画面端脱出、うわーここに来てガルダイー、ワンモアあるから安定タク、一本取ったのは、採用さんの陽介ですね。ジャンビー刺さったが本物にはできず、地雷矢で触って対空拾い直せず逆切れ、ともえ重ねてワンコンボ、あ逆切れ持続長い、そしてボコスター、安い安い言われてますがね、そんなことないと僕は思いますが、うわあいうジャンゲ、今のちょっと怪しい感じ、すかしげ弾たまらずバースト、超確定調整うまく、おお、さらに対空で待ってる、シャキンシャキン、アグネアストラドテッパンですね。お互いちょっと様子見、ジャンビ通って足払いチャージからダメージ重視ですね。はい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 、じゃあガンガンドラゴン刺さらずが、しかしジャンゲでカウンター拾い直せず、ガルラインで脱出、当たってる、わあでも覚醒の地 HP 多い、ジャンシー通ってトモエ置いて一本取り返したのは自治ですね。ジャンシーつながらず、逆切れ置いてあると言っていいのか、こすっとるというべきなのか、見えない、分かってても見えない、でリターンが素晴らしい、ワンコンボ、はい、どうすんの、ともえ、あー投げが出てる、しっかりバーストたまらず、あおりが素晴らしい、勝ったのは自治絵ですね。で次に出てくるのは、
ここは夢と現実、あなた受けたまわり、次に出てくるのは知恵のごめんなさい食うか食われるか楽太郎さん違う、いや、とりあえず知恵がワンコンボチャージ確認、ごめんなさい、すいません、放送事故になっちゃう、黙らずバースト、ワンコンボ逆切れ成立、隕石でごまかす、合ってる楽太郎さん、はーい、バースト切って画面端押し付けてボスのエスケープでうまく脱出、うわー逆切れにうまく当たらない、一本取ったのは自知恵ですね、自知恵ってすごい言いやすい、立ち刺さる、しっかり、はいボコスカ締め、巴重ねてどうすんの、逆切れ下げてる、おおなんだフェイタル、画面端押し付けて増長、巴重ねはコパン小足で蹴って、はい、ボコスカ置いて、ボコスカしてねえや、トモエ置いて、これがある、さあうまくすかした、今のは完全に読んでた、ボコスカ通って一本取り返したのはラクタロウさん、ラクタロウさんかな、間違ってたごめんなさい、1日ですね、逆切れ成立せず、コパンで刺してボコスカ、あんなひょい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 中継してもらえたら泣いちゃいますね、まあ、コンボミスだがコパン刺さってワンコンボアイドン、トモエアイドーすんの逆切れ、あー SB まで入れてった、これエスケープからチャンスはってことですね、ワンコンボ、あーホスト正義に失敗、よーガオシャ立ち金馬、この金馬でかい、走ってってうおーバスマンモアバースト、ドンドンドンマン、うまい、自知恵殺しきって、勢いがありすぎてやばい、ね、Gブロック呼び出ししていきます、俺たちのチーム、これチーム名誰が書いてないんですけど、誰っす、俺たちのチーム、はい、あ辻川さんの子、辻川さんと長さんと麻生磯田くん、あ了解で、あと東三河48いる、あとロボさんもいるね、どっかロボさん探しといて、次試合です、次影響体で試合なんでお願いします、はい、で実況ですね、影響体93対13、Q さんは家庭用でなんかよく話題に上がる強い水ですね、ワンコンボ、さあ実さんの息を止められるか、見えない、分かっていても生理的に無理、ボコボコ受け身取らない、投げが出てる、バースターへバースト読みしてなんとか出れて、ビードの一発、あの崩し、うわ確認しっかり、ダメージ重視、コンボもしっかり出ないのか、うわ補正切りみたいな投げから減るんすよね、ミツル、ゲージもバッチリ溜まってる、ブフダイン、ブフダイン、これ素晴らしいんすわ、ブフダイン、ブフダイン、これ一本取ったのは Q さんですね、 Q さんでいいよね、何さんとかじゃないよね、ボコスカにエスケープ、暴れつぶしのなんだっけ、バタバタのやつ、ごめんなさい、そうそうそんな感じのやつで、巴重ねて、あー1段なのか2段なのかもう訳がわからないよ、巴重ねて、はい手だ、バン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 、どんどんと、はいはいはい、お世切みたいになってる、うわーなんだ今の、表裏タクトでも言うのかこのキャラは、一本取り返したのは自知恵、ごめんなさいちょっと名前ど忘れしました、バタバタのやつです、クー投げ刺さる、カウンターしない、
立ち差し合い、ポコスカは見え分かってても見えないんだってば。一発刺さって途中で切る、逆ギレノリノリ、アメツシコックテン有利みたいな感じ。わあ、シャーミングライ見てーがバースト早めに切る、うまい、しっかりヒット確認、ダメージ重心コンバ落として、あ、鏡が当たってる、ちょうど覚醒、これは美味しいか、見えてる、反転返しブフライン、勝ったのは Q さんのミスル、3人なりへ、はい了解、じゃあ、あ、了解です。じゃあ次の試合、ベスト4に入ったら後ろにうなぎを戻ってもらう会チーム、牛道路さん試合だよ、チームメイトいる、あと DMM.com チャラ男秘密の股間、はい、DMM.com チーム、あ、いらっしゃいますね、B 兄弟でお願いします。成平先生お願いします、3人です、 OK ですか、ありがとうございます。はい、じゃあ、試合ですね、兄弟の方、大将の Q さん対次方の耳毛さんの、番長ですね、番長ミツル、このゲーム屈指のやばい、ボコスカク投げ逆ギレ、なんだ今のは、ジャンピーカウンターで刺さる、あー、コンボミスに投げ当たって画面端、しっかりコンボ、逆ギレダメなんだ、あの重ね方うまい、バースト切ってしゃがみ確認できてる、はい、しっかりコンボドン、いやーうまい、パチパチですわ、1本取ったのは Q さんの水ですね、ジャンビ一発、あのずらしはうまい、 2B 対空ずらし、ジャンニエ A だっけ、あ、ジャンニエすいません、ダッシュ下火刺さって、はい、投げも通る、しっかりエスケープ買って置き攻め、寝っぱなしを選択、取れるだけ取って画面端、こすって死して逃げる、マリンカリ巻いてチクチク削られてる感じ、足払いストールが立ち火刺さる、ワンモア補正切り食えるだけで殺しきるつもりだったが、うまく抜ける、走って投げ、ワンモア、あーマジか、あんなんできないよ僕ちゃん、投げ抜け、見てる、バースト切る、金馬狙いだったか、 SB セッカー、あーお金馬ジオで当たってる、飛んでと飛んじゃったところに当たっちゃった一本取り返したのは耳毛さんの番長、ボコスカ見えない、割と早いんですよね、あれ耳毛さんっすよね、でいいっすよねやめてくれよ怖いよ、さあお互いじりじりした様子見、マリンカに巻いて A 連一発食うぐらい確認しっかり、ワンコンボ、なんだこのダメージは、ジャンビー立ってる、耳毛番長我慢してる、直側でゲージ溜めてブフダイン、さすがに増長すぎたがしっかりフェイタルコーン、途中で落とすが SB 見えない、様子見、見えない、早いな、さあじりじりした感じになってきた、投げは通る、うわ覚醒しない、ジャンビー通る、覚醒ちょうどいい感じ、セッカ通る、エリアル死にはしないが空投げ、よう抜ける、熱いなこれ、ガーキャン金馬通らず、がワンパンで死ぬ、うわエスケープ、切り帳に避けた、ガーキャン熱い、どっちも頑張れ、投げ通るが中央では安い、リードの通る、お互い我慢している、いい小判、バーストさすがに切らざるを得ない、投げ抜け、あー抜け切らないか、がーなお押し切った形になった、これは熱い、
勝ったのは Q さんの3つですね。これは鳥肌もんですわ。最後対象同士ですね。ラウンド決勝になるとこんな熱い試合がいっぱい見れちゃう。みんなペルソナやろうぜ。さあこのまま3立てするのか、93ミツル対 STD 知恵ですね。あなたの望み、あなたを鼓舞してくれる方のお姿をイメージなさってください。受けたまわりました。あー、そうなんだ。さあブロック決勝対象戦、泣いても笑っても勝った方が抜ける。ジャンシーカウンター、ワンコこれいって、ペリオルで4000ダメージ取っていく。あ、鏡引っかかって、たまらずバスト、とりあえずメテオ巻いて、しゃがみだけは当たんねえよと。ジャンシー空振ってるが長い、時速が長い、投げ完全に乗っている。ラウンド取ったのはキューミツル。さあ一段取ってワンコンボ置き攻め、はい、どうすんの知恵のパターンですわ。逆入れをしている。うわ、 D のところに壊し出して、すかし下段見えない、置いてすかし下段通ってワンコンボ、またすかし下段、これでもかこれでもかとすかす、思い重ねてエスケープで逃げるが、エスケープにコパンうめえ、ドドドドドドド、ワンコンボドン、まあ、しっかりコンボ決めてラウンド取り返したのは SDG、 まあ、噛んじゃった STD 知恵ごめんなさい。コパン刺してワンコンボ届え置いて直下せず逃げる、知ってる、投げ釣りジャンシーからしっかりコンボして、うん、ホットチェ切って投げに行ったが届かず、壊し刺さって友恵がその前に直に当たる、あっち行ってこっち行って中風下表裏、これが知恵ですわ。逆切れ生ぐらいジャンへ通ってしっかり確認、転ばして画面端ブフダイン、もうワンモアせずタッチカウンター途中で切ってバー読みですね。たまらずガーキャンエスケープ、うわー引っかかった、これは届かず、さあどうなるこれ、金バースト、これはアグネアストラー、アグネアストラー、アオバー 50% 残してワンパンチ刺さった方が勝つ。おー怖えー、ガーキャンペルスマガブレイク、壊し刺さった、勝負強い、取ったのは STD 知恵、おめでとうございます。拍手が起こる、これは熱い試合ありがとうございます。じゃあ実況を変わりますね、はい、最後のね黒点なんつったっけ、アグネヤスラか、あれがね入力の関係でね竜巻で黒点出して、そっから真空波動でゴッドハンド出したかったはずなんだけど、このゲーム入力がなんか変でたまにアグネヤスラが暴発するんですよ、ね、あれ、ごめんなさい、呼び出しします。俺たちのチームはい、と、東三河48全員いる全員いる、じゃあ呼びなさい、いいか。東三河48と俺たちのチーム、兄弟で試合お願いします。はい、あ、さあ、なぜかすごい勢いで暴発する、あれ、知恵使いとして頭痛い現象なんですよね。今勝ったのは、神耳芸の方が3人です、はい、あ、あるんだ。アドリフブロック呼び出ししときます。成平先生お願いします、いる成平先生お願いします、チーム成平さんいるいる、はい、それ終わったら勝った方と試合お願いします。俺たちのチームメイトがこれ、はい、あ、はい、俺たちのチームメイトがこんなに可愛いわ、ね、5時半で、オフライン対戦会の会場の方閉まるんですけれども、コスプレしてはる方
化粧を落としていただかないといけないんで、それまでに一遍行っていただきたい。出番来ちゃったね。うん、あ、私服だから大丈夫。辻川さんは今日一日それでいる、大丈夫。はい、あ、いや、もう一度抽選する。うん、はい、なるほどね。あ、ごめんなさい、後ろさんがやってるから。あれ、先方抽選なわけだけど、メガホ君どこ行った？誰から行くの？あ？あ？ちえ。はい、コスプレの方を戻られる方、お色直しされる方はオフライン会場の方へお願いしますね。え？片付けなあかんのもあるんやけど、オフラインの方は5時半で閉まるそうなので、何か荷物等置いてる人はあっちの方に回収に行っといてくれると助かります。助かります。さあ、俺たさ あ、 あ、出てくるのは俺たちのチームメイトがこんなに可愛いわけはない。そうですね、そうですね、今日はホムカカじゃなくて辻川知恵ですね。辻川知恵ですね。辻にゃん背中が男らしい。知恵川ラグーナガマゴーリ。あー、東三河そこまで押したいかこの人。さあ出てきてるのは、HP 側、スマッシュブラザーズ勢磯拓さんの感じ。 2P 側は東三河最強アイギスペッペさんですね。前回一人で無双したミタフさんにも褒められた、これも全一っていう風な売り文句らしいんですけど、変なコンボを作ってこれめっちゃ減るよ攪拌だけどみたいなことばっかり言ってます。さあラグーナガマガオリが押していく。ここにディークシが置いてある。体力逆転、オルギア状態で拘束されるのが辛い。さあどうしよう。さあこれね、一番安定行動のはずだもんね。しかしこれが通らない。どうしよう、逆入れ読んで、ヒロイン直せない。バースト4だけど音がみなし。最後はジャンビーかぶせていって一本取り返すのは磯拓感じ。おっと、通常状態に戻ってラジカル置いて、雷一発引っかかる。 2B 発生せず、さあ逆切れで返してこのままオリギアモード。ナイスガードが続く。雷置いて覚醒する。雷を置いてそのまま覚醒するのかと思ったらちょっと遅らせて覚醒。ここで SB つかめから最大通っていって、そうですね、バックステ安定、先潰されたけど通常状態に戻って 2B 巻いてオルギア状態、裏に出てた、ちょっと危なかった。逆入れ返して、どうしようどうしよう。花村と違ってこの状態ではね、アイギスはしっかり動けないんですよね。さあ、アキャンで返して、竹さんが割れてしまう。竹さんが割れると中に残るのはただの高校生、マジで不器用。竹さんへの依存度がかなり高いこのキャラ。さあ最後は逆切れで返していって、ペッペアイギスがまず一人抜き。そして始まる超魔王村。
ブレイブルー界を一世風靡した